こんにちは、板垣です。今日これを撮っているのは、5月8日土曜日ですね。久々にこんな歩き動画を撮っています。ちょっとマスクで声が聞き取りづらいかもしれないですが、プラスして今日は、新しいカメラの試し撮りもしています。フィミカープというですね、ジンバルカメラですね。まあ形としては、こんな感じでオズモポケットに非常によく似たカメラですね。シャオミが出したのかな、フィミパーム。これ一応今レビュー用に、いただいたものなんで、レビューはレビューでまた動画をね作るんですけども、ちょっとまあテストがてらこういう Vlog も撮ってみようかということでやっています。はい、で今これから、職場に向かう道なんですけども、腰の方はですね、まあ良くも悪くもないって感じですかね。変わらずです。ただその中で新しく始めたことがあって、ピラティスですね。まあヨガとかそういうのの仲間だと思っていただければいいと思うんですけども、近所に探したら、チェーン店のねスタジオがあって、そこで体験レッスンをしてきたんですね。体験レッスン1回500円で安かったんで、体験レッスンして、ちょっとお寺の方入ろうかな。はい、これフェイストラッキングがあるんですけど、ついてるんですけど、結構カメラが変な方向いちゃうことが多いんで難しいです。はい、ピラティスの体験やってきて、でそのスタジオのね人とも話をして、あ、これは今の自分のねその体に合ってそうだな、という体を良くしていくために合ってそうだなと思って、とりあえず、続けてみることにします。はい、内容としてはフリー、そのスタジオのグループレッスンをやってる間は、やってる日は、何日行ってもいいですよっていうやつですね。フリーで、月額いくらみたいな感じですね。で、その体験の時に聞いたのは、別に間隔を空けてやる必要はなくて、毎日やった方がいいものだそうなので、とりあえず毎日に近い頻度でやれたらなと思ってますけども、ピラティスね、私が、行くとこ安、その初回が安いんですね。まあ、その体験レッスンは1回500円だったし、まあ、入会金、そこのね体験で、入ると入会金3万円がなんとタダになると。ここはよくあるやつですね。ジムとかだと。3万円がタダになります。プラス、その、グループレッスンやり放題の月額が2ヶ月、タダになります。はい。これだいぶ太っ腹な気がするんですね。ただまあ、やっぱりそういうジムとかって、商売なんで、経営があるんで、それ、どこで稼いでんのかなと思ったんですけど、その予約ページを見たらね、ピンときたことがあって、そのグループレッスンの他にプライベートレッスンっていうのもあるんですね。プライベートレッスンは、その、先生とマンツーマンで、ピラティスの機械とかね、こういうゴムのやつとか、いろいろあるんですよ。そういうのを使ってやるマンツーマンのレッスンがあると。それはやっぱり、まあ、なかなかいい値段するわけですね。一回何千円というのは。はい。多分そこで、こう、収益をメインで得てるんじゃないかなと私は推測します。はい。なんで、これからね、1ヶ月、2ヶ月、通うわけなんですけども、その中で、もしかしたら、その、プライベートレッスンやりませんかみたいな、推しがかなり来ることも予想されますけども、
まあそれはそれでね、その時になったら、やっぱりやめようかなとか考えればいいかなと。とりあえずそのグループレッスンの中でもピラティスの考え方とか、まあ、その体の使い方っていうのは学べると思うので、まあ、ひとまずやってみようかなというのが、今のところですね。いやでもね、本当に歩いてても痛みは今ないですね。違和感ぐらいなものはあるんですけども、まあ本当歩いてても痛て痛てって感じだったんで、3月4月に比べればだいぶ良くなってるかな。うん。なのでまあそのピラティスもやりつつ、ちょっとウォーキングジョギングも同時にやって、で次の日とかね、その日の晩とかね、うわやっぱり痛え、ダメだっていうことに、カメラ難しいな、固定してた方が良さそうだね、ベーストラッキングじゃなくて、そういうことになればいよいよ、山登りも再開していきたいなと思います。やっぱりね、これだけ、まあ、もちろんコロナっていうこともあるんですけども、これだけ登れない時間が続いているとね、非常に登りたい欲というのが高まっています。うん、最初はね、その低い標高差の低いところでやった方がいいのかなとか思うんですけどもね、まあ、早く岩があるとこ、アルプスとか八ヶ岳とかもう行きたいなっていう感じですね。日程的にはそうだな、5月末6月頭、まあもう梅雨入りしちゃいそうですけどね、その辺かなには、お山にも行けたらいいなと思います。はい、もうその腰痛がねゼロになるっていうことは今のところもう考えていません。はい。まあこんな歩けなくなるような痛みにならないようには調整しつつ、もう付き合っていくっていう感じですね。でやっていこうと思います。本当になんかね、取り留めもない話しかできないですけども、最近そうだな、買い物とかもねそんなにしてないんでね、あとヌルクのねザックだいぶ前に届いてて全然紹介もしてなかったりするんで、これカメラ結構あさっての方向いっちゃうね。ザックの紹介動画なんかもくれればいいかなと思います。暑いね、もう5月、今ゴールデンウィーク明けですけども、半袖で歩くと暑いです。ここちょっと暗いところですけど、暗所の感じどうでしょうかね、暗いところの移り、暗いところから明るいところに行ったとき、フェイストラッキングなかなかこれ難しいね。便利だけどね。というわけで、こういうまたカメラのレビューなんかも復活しつつ、徐々に、チャンネル、YouTube チャンネルも、活動増やしていければなと思います。というわけで今回はフェミパープで撮る Vlog でした。それでは。